おうしゃん。 はい。ということで始まりました。おしゃん応援団でございます。はい。始まりましたよ。はい。ありがとうございます。はい。全国の皆さん、こんばんは。こんんばは。そして、うるま市の皆さん、こんばんは。こんばんは。始まりましたね。おしゃんでございますありがとうございます。ありがとうございます。はい。いや元気にやっていきましょう。元気にやっていきましょうね。 あのねーはい、なんでしょう。コンビニで今日俺カップラーメン食べたんですけど、おコンビ今日はコンビニでカップラーメン食べた今日コンビニで夕飯もカップラーメンだったんですけど、うんめっちゃうまいな。おっ、ななんのカップラーメンえっとねー、うんまるちゃん。ああ、ま、るちゃん。 あの、あんまり先輩の芸隠れるのやめてもらっていいですか聞いてないと思うからめちゃくちゃやってるやつですけど本当にやめてもらっていいですかちゃんねやるかなと思ったけどあんなやりましたねやるよそりゃやるなお前やるかなと思ったらもう絶対やるよこれはお前素人だよほんとにうるさいわうるさいわいやあのだからそのなんか醤油うん の深み、コクやばいやつみたいななんかコクやばいやつみたいなのがあるば新商品ラオウかなあれはうんうんうんいや美味しかったなへぇラオウって高いでしょ汁まで全部いっちゃったよあいやいや高かったよラオウってでも200円200ちょいぐらいだってカップラーメンの中で一番高いのなんかなラオウじゃなったっけなもうオウってついてるからなるそうラーメンのオウラオウ ラオなカップラーメンとか久しぶりに食べましてよ俺あ最近食ってないんだ食べてないよもう完全にダイエットに走ったからそうだそうだそうだほんとに今日たまたまなんかコンビニ行っててであのラーメンコーナーをちょっと歩いてさもうなんかうまそうと思って食べる気やしもういや食べる気で行ったのだ食べる気で今日はいいだろってえそんなの出てるんだもうそう今 ねえうぉ食ってみてな、それすごいよ、もうなんかテンション上がってさ、俺うんいや、食ったないややばいな、ラーメン食ったんだうん俺は、スキヤ食ったわいや、お前もなかなかあれだぜうんジャンクフード系だようん、いいよ、もう今日何食べたの今日久々にスキヤキムチ牛丼あー健康、豚汁健康セット食べたいや、だ健康セットなんだ豚汁健康セットなるほど、野菜とかついてるやつそう。 とフィアヤッコと豚汁、あとあキムチ牛丼。いいな、好きやも食べたいな。久々になんか好きや食るもな久々にそういうの食ったりよな。うんうん久々なもんなんかあるかな。うん、あの今ツイキャス配信してるんですけど、あやさんがキャラメルとの豚骨が好きつって。キャラメル とのとんこつチャルメラだあー、やばやばやばこの、すごい今ね、俺、距離三十センチもね。そう、三十センチないお前チャルメラをキャラメルって呼んじゃってやばいだろ、お前やばやっちゃったなうんやっちゃったな、いや今日、コンタクトしてないしてるよ、してるよしてるうんチャルメラって、認知はしたんだようんうん でもキャ,ラキャラメルって言うんじゃった認知した上でキャラメルって言うんじゃった、うん、そうなの脳を虫歯割れてる何に <laughs> 誰に虫歯 <laughs> れてるメール来てますねっ今日早やいつメール来てるこうたくんかこうたくんあはいはい行、はい、きましょうチンキくんりょうじくんゴールデン来ましたよ、うん、ツイッターもすげえはん評判良かったですね、はい、私がいるのにかっこ泣き <laughs> オーシャンはみんなのもの私がいるのに泣きさて あそこをブランブランして中止まり商店でシャーベットを食べていこうね、ヨギシコジャパンでした。<laughs> すごいな、ヨギシコジャパンは。俺はヨギシコジャパンに会いたいよ、もう、とうとう。どういうやつなんだろうな、これな。いや、わかるんじゃないのうん。いや、あんまり詳細わかんないけど。でも、漁師のことを詳しくわかったりとかしたんでしょなんか近所雄平の友達だよね、たぶ、うんね。あ えいやでも中泊まり商店知ってるってことは中泊まり商店ってどこ北中グ小学校俺の地元なんだけど向かいの商店 <laughs> 中泊まり商店でしかもシャーベット分かるってことは、うんうん、いや結構北中グに関わってる人、ね、この人北中の人じゃないパヨギシコじゃやっぱなんかちょいちょい出てくるようななんとか商店みたいななおお キーヤマ商店では出てきてないなまたなキーヤマ商店ではないそういうのがねちょいちょい出てくるが多分ねうんすごいなヨギシコジャパンヨギシコジャパンありがとうございます今日ねちょっとあのいろいろ芸能ニュースを読んでみようかなと思いましてあいいね芸能ニュースいっぱい持ってきた持ってきましたようんはいちょっと読みますね読んでじゃあちょうだい芸能ニューステラスハウステラスハウス日本一可愛い女子高生 永井理子が新メンバーにっていう感じで、えー、日本一可愛い女子高生を決める女子高生ミスコン20152016でグランプリに輝いた愛知県出身のリコピンコと永井リコさん18歳人気番組「テラスハウスボーイズガールズインザシティ」に出演することが明らかになった <laughs> うん、うん、テラスハウスのまず正式名称がそれだよテラスハウスボーイズガールズインザシティ」って言うの、うん、すごいな 中井さんは今年3月にファイナル審査が行われた女子高生ミスコンで応募総数64万人の中からグランプリを獲得し64万人万分の1で日本一可愛い女子高生に輝き翌日にテラスハウスの出演オーディションを受けつつかいやそれは受かるだろ受かるだろそりゃ受かるでしょうよ日本一可愛い女子高生って決定した次の日にテラスハウスの出演オーディションを受けたら俺がテラスハウス作ってる人だったら受かるよそれすごいな 現在は通信制高校4年生で暮らしていた実家を離れるテラスハウスに引っ越し男女5人と共に共同生活をスタートさせている、えー。<laughs> えなんかさ、うん、いろいろ引っかかるのもあるんですけど通信制高校4年生ってどういうことだろうね、うん、高校って3年生までじゃん通信って何だろうあ、通信ってあるでしょなんかそういう通信ケーブルみたいな感じ通信ケーブルじゃない <laughs> そんな <laughs> 違う,違うポケモンチックなやつじゃないで通信してゲンガーが ゲンガーになると。ゲンガーでゴ,ゴーストがゲンガーになる。ないうるせえ、お前。えー、テラスハウスに入ったんだ。えー、すごいねそう。今回の番組がレギュラー初出演となる永井さんは、うんうん、初めての状況でいきなりテラスハウスなので不安でいっぱいですと心境を告白。うんうん、テラスハウスに住んでから10日以上経ちました。うん、素敵な声は、てんてんてん。チャンスがあれば東京にも心の許せる人を作りたいと思ってます。うん 普通に暮らしていたら出会うはずなかった人たちと出会えたことは本当によかったなと思っていますと語っているテラスハウスってさすすどうよテラスハウス住んでみたい領事お住んでみたいな、ね、一応ねえー、でも一週間でいいかないやじゃあもうもうテラスハウス テラスハウスしてみたいないや、テラスハウスしてみたいなってテラリタイテラリタイとか言うのも1週間ごときで1週間いえそういやでもどうだろうなでも楽しいっちゃ楽しいのかもしれないなそうだろうなだってその男女6人か知らない男女6人6人6人でしょだからそのやっぱさまずそ探ることだけで相手のことを6人ねそうそうそう男女含め自分を入れ5人か自分抜いて5人を ね、あのー、まあその探るって探るというか人間性を見るだけでね 2>、うん、俺2か月ぐらいかかると思うあなるほどねでもそんなにさ深くは見ない方がいいんじゃないかなこの知らない人のこといやでも、うん、やっぱテラスハウスってことは、うん、男女共同で生活していこうだからやっぱお互い心許さないといけないわけでまあねそうだけどもやっぱりやっぱり。やっぱ みんな壁があると思うよちょ一枚二枚は多少なやっぱそこにプライベート欲しいと思ってるけどでもそこにカメラ入れられてんだからもうプライベートないでしょない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 寝るえあれって寝てるところも撮んの撮るんじゃないなんか部屋のなんかシーンとかもあるよいや俺ね見たことないのテラスハウスカットされてんじゃん部屋のシーンあ寝るところまあ多少のなんかその普段の生活はカットされてると思うけどさそ,そ,う、うん、そんなにね寝てるところって撮れたかないと思うから どれだかってね。テレビ局からしたらどれだかがまないから完全に寝相ぐらいじゃ寝言とか。ついきやすからあやさんのうん。可愛い子って言えば自分の友達めっちゃガッキーに似てますよ。えちょっとした自慢って。可愛い可愛い。ねガッキーは可愛いガッキーか。おガッキー大好きだったな。 ガッうん、高校…あ、中学かなガッキってアラ,アラガキユイアラ,アラガキユイなの <laughs> アラガキユイでもあの内地に行ったらガキっていうさ俺もアラ…俺もアラガキって呼ばれてたアラガ領事って呼ばれてたマジで大分行った時にスキヤで働いたら ガッキーって呼ばれてた俺もえぇーアラガキリじゃなくてそうそうそうなんか名字で呼ぶし県外の人って下の名前で呼ばないそう名字で呼ぶしアラガキだし大きな人だけなんでしょそのゴリゴリで下で呼んでさあのなんかすぐ距離縮めてくるやつしかも自分の名前も下で呼ぶとかね女の子がそういうのもあんまないらしいけどなそうそうそうすごいまあ一応テラスハウスはなテラスハウスは出たいわ いや、に芸人も出てたしな一時期芸人出てたの地球っていうコンビの一人が出てたよえマジでそう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 それは俺初知りそうだから芸人も出れるんだなっていう夢は広がるな出てみたいかもしれんなそうそうそう楽しそうだなじゃあちょっと次の芸能ニュースはい次の芸能ニュースはいアアリナ・グランデ、度目の来日大好きっ アメリカ歌手アリアナ・グランデ22歳が11日2年ぶり3枚目のアルバム「デンジ n g スウーマンま5月20日世界同時発売プロモーションのためえ昨年8月以来8か月ぶり6度目の来日を果たしたっていう平日夜にもかかわらず約150人のファンが待ち構えな中に到着したえ新日課のアリアナはファンに「大好き可愛い,い!」と 話しかけたり、企画、うん、にサインやツーショット写真、ほっぺたにキスなどファンサービスに徹した。すごい。十三日に日本テレビ系スッキリ、十五、うん、日には富士テレビ系目覚ましテレビ、うん、で生歌を披露予定ということで。ええー。二十二歳ですよ。一個下だな。我々の一個下たか？アリアナグランデ。アリアナグランデがもう。うん、ええー。あんなにもうねえ人気になるんだ二十二歳が。もう。 欲しいものは全て手に入れるぐらいの財力あるでしょ誰アリアナ・グランデってアリアナ・グランデだよま前、あ、アリアナ・グランデわかんないの <laughs> うんうんアリアナ・グランデってすごい有名な人いるじゃん顔ちっちゃそうだね顔ちっちゃいよ <laughs> アリアナ・グランデアリアナ・グランデのなんか髪型にする子増えたでしょ一時期アリアナ・グランデのそうちょっとポニーテールで髪ふんがってやってさちょっと上寄りの上寄りのポニーテールでもう髪ふんがっつってふんがーっつってるアリアナ・グランデがもうもうあのね もうこのベリベリビって剥がれるんじゃないかアリアナ・グランデの髪の付け根からベリベリっつってえいいななんか可愛いっつったんだアリアナ・グランデがアリアナ・グランデの可愛いとかはもうねやっぱすごいよやっぱね感情はあんまこもってないんじゃない覚えたてなでしょ使いたいんでしょ かわいい。って。大好きと。大好きとお寿司の発音の、なんか気持ち一緒っぽそうじゃない?。そうそうそう。お寿司。いた、いたい。いたい大好き。大好き。<laughs> で、沖縄に来たら絶対「メンソレって言うと思うるほどね、メンソーレイって多分こんな感覚でしょ多分ああなるほどねまあでも中とかほっぺにね写真とかのファンサービスはすごいなっていやすごいよファンサービスはここまで人気になってねそこまでできるってやっぱすごいよなすごいな やっぱ冗長した方がいいのかな俺たちも。え、まあそれはもうアリアナグランデだから許される。え、そう。稲富グランデやったら。稲富グランデがやったら多分なんか何かしら警備員に連行されていくる。稲富グランデキスできない？稲富グランデはまだキスには達してないな。あまじで。うん、うん、そうそうそう。稲富グランデの。まじ。あれ荒垣グラン。デ荒垣グランデは。 すきりいけるんじゃないいなかきグランデはなんでイナフグランデがいけなくてあらかきグランデがいけんのちょっとだけならなめんなお前はい、ちょっとメールが来てるから行こうねメール読ましてはいどうぞはい、かなたグランデからかなたグランデじゃないでしょかなたさんでしょかなたさんねはい、大島さん久しぶりですはい、久しぶり先週草刈りをしてて草刈りが終わり久しぶりに番組にメッセージを送ろうと考えてたら勢い余って鎌で左手の人差しし指ををの切ってまう。 切ったまま自分の運転で病院に行きました。うん、うわやば。夜8時前に病院に着いて帰ったのは夜中の2時前でした。うん、お医者さんさん最近の出来事とかで痛かったことありますか。ええー、大丈夫だったのかな。いえカマでうわ危な危ないよちょっと。わああまりもね変に。どういうこと草刈りが終わり。カマ持ってたってこと？カマ持っててその番組メッセージを送ろうって考えたら。あなるほど。今日やまってて。そう。こう持ってた手。あ。 持っていって釜を右手で持ってるさ左手でスマホ持ってるさでこうやってこうスマホでボタンを押そうとしたら間違って釜でこういってサクッつったのかなゃどてんねんじゃんカナさサクッいっちゃったサクッんつったんじゃない左手のいやでも左手の人差し指のこうだからあのねこうってことスマートフォンとか携帯持ってたら人差し指多分後ろの方に来るんだよねだからこうなんか手前に行っちゃったのかな あ、なるほどねあスマホ撮ろうとした時にこう右手でそのままサクッつったんじゃない一緒にこう一緒にでも気をつけなきゃ本当に俺も釜でね手の親指のこう切ってるんだけどあと残ってるよ俺マジでこれいや全然じゃんえこれよ、これこれ違うよロジだこれニキビだえどうなってるのニキビ縦にヒルみたいに長いけどええ 最近の出来事で痛かったことありますかかっ痛たことはえっとなんだろうね痛かったこと寝違いかな寝違いとかだな寝違いは痛いな俺ないな最近痛いあーでもな、まあ、あのーうん、ね最近は昨日ぐらいに、うん、あのー、本当に久しぶりに俺タイカレー食べて<お>グリーンカレー ベロがなくなるぐらい痛かったんでそがれたでも美味しかったけどねああんかマゾスティックな痛さグリーンカレーってなかなか食べない辛いよグリーンカレーはどこで食べたのそれグリーンカレーはね友達んち友達んちグリーンカレー出して友達んちグリーンカレー作ってたんだよ友達んちグリーンカレー今日の夕飯何ですかって聞いたんで俺結構聞くんだけどさいやいやいや米助かお前大料理ですタ料理ですって大料理っつって グリーンカレー出されて。おうおお、いや、もう食ったよ、えー。お母さんが作ってるわけ。な、お姉ちゃんの。ああ、なん。彼氏。お姉ちゃんの彼氏が。そう、グリーンカレーを作ってて。そうそうそう。ええー。すごいっ。すごいな。お姉ちゃんか。料理屋さんなな。料理できる。レ、ね、アの男子、やっぱかっこよかったな。やっぱ料理できる。グリーンカレーは作れないからさ。なあ、やっぱハーブとか、スパイスとかから作るのかな。うん、やっぱそうなん。いや、でも、なんかね。うん。 お店に売ってたって言ってたよ一応、そのグリーンカレー素そああ、なるほどね。あとは野菜切って煮込むだけよ。はい、終了です <laughs> <laughs> じゃあ、じゃあ終了です。えー、最近の出来事で痛かったこと。痛かったことだから、そだ俺はね、うん。あでもね、ツイキャスからあやさんが、うん、あやも自分の人差し指トンカチが中熟当たって内出血しましたって。うわ。 トンカチが中塾当たることなんてもう小学生以来ないなそうだね竹馬作った以来だからなうーん、ね、あのトンカチをまず持ったのはあなるほどねトンカチなんて今持つてた意あるも持たないもたないトンカチをも…トンカチトンカチ,ンカチハンマーじゃないのハンマートンカチとハンマートンカチ何が違うねまぁ、あ、一緒で…だけどあんま…俺… 持たないなそう日中大工とか全然やんないやんないからな、うん、トンカチは俺粘土を潰してたぐらいだな粘土潰したの、うん、トンカチで俺トンカチはよく粘土潰してたのよ<ー>パン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 っつって。 そうなんかバーンってやったら丸い跡がつくさこの丸い跡をオリンピックの昔ロゴ重ねるみたいなあれをひたすらバン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 自分使ってた昔うわそういうので俺バーンってやからね寮長お前友達いなかったのいやいや小学校までいたわいや小学校がいなかった中学校がいなかったそれはお前中学校でずっとトんかちねってやってるやついたら聞けづらいでしょへえそっか俺でもね今までで もう本当に極上に痛かったのがあのもう本当に虫歯から虫歯は痛いなあれって止まらないよなやめられない止まらないだそうあのね昔から俺こう言われてておやに虫歯になったら夜寝れないぞとそうだな本当にお前知らないぞと歯磨きちゃんとやらないとみたいなその発言が知らねえよと 虫歯ごときで人の睡眠邪魔されてたまりますかと。なあ、そう。しかも死に寝るタイプだからな。死に寝るよ、俺の睡眠はね、もう深い。目つぶったら3秒でいびきかける。3秒でいびきかくぐらいの。何睡眠、ノンレム睡眠って言うんですか。ノンレム睡眠うん。そう、あの、う何て言うんだろう。波長がすごい、もう大きすぎても。あ、なるほど。深いんだよね。うん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 。それでね、飛び起きた。痛くて痛くて。やば

もう吸いまくって痛み止めでタバコ吸いやもうどういうことだもうなんて言うんだろうもうタバコ吸いまくろうと思ってもう吸いまくって意味ねえだろ意味なくてそりゃそうだよそうジャンプして意味なくてありとあらゆること試したんだお前はタオルをいっきり噛んでて意味なくてねどうするもうもういやどうしようもなかったよどうしようもな起きてたもう起きてたずっとずっと起きてた 朝一でも虫歯医者行ってやっぱ治してくださいじゃない抜いてくださいっつって俺もああもう邪魔もうああ抜いてくださいこの痛みがあるならもうやばいよ気をつけてみんな虫歯とか絶対になっちゃダメで虫歯は俺なんだろうな手首の骨折った時かなえ、骨折したことあるんですかああああるるるるる手首の骨を折んだ 手首の骨を折った時びっくりするよ一応びっくりするよ、ね、そうおなんかよ、うん、ボコってなるのよ痛えよお前もうちょっと痛い話やめて一応ねもうそれボコはもうみんな想像に任せるんだけどだ痛かったなんかよ最初はそう、ボコにびっくりして、うん、うわーってなるの、ね、よ、うん、で後からキュッて痛みがごめんねちょっとだけ聞いていい、ね、どうやって折ったの,あのね、火葬場で 鬼ごっこしてたのよ火葬場でそう絶対ダメなとこじゃん昔、仮装場として使われてた廃墟があってそこで、みんなで鬼ごっこしててあ四五六名ぐらいでねなるほどなで、なんか高いとこからちょっと飛び出たなんか玄関の上から、上からちょっとポコって飛び出してるとこうん、わかるよなんか屋根みたいなそうう昔の家とかにもあるもんね雨よけみたいなねうん、あるなあるなあっちまで ポンって飛んだね。あの少しの範囲までってそしたら、掴むところがなくておんおん足はバンって着地したんだけど、掴むとこなくておんおん壁にボンゴインって落ちて<笑><笑>そのまま跳ね返ったんバーンって跳ね返って<笑><笑>そう、これ、こうなった<ー>手首がボコンってなってきれいねー<う>ちっちゃい頃でしょ 中3の頃かな。なかなか大きいし、お前、だめだよ、中3でそんなもう怪我したら。そう小学校までにしときなさい、それは。また、火葬場ってところがな、ちょっと怖かったけど、まぁまぁ。曲いきますか、じゃあ。曲いく今日ね、あの流してくれってリクエストがあリクエスト曲があったんだね。そう、事務所の方に流してくれって言われて。おー、いいよ、いいよ。それじゃあ、ちょっと流そうか。おはい、じゃあ、あの。流しましょう。 吉本の島全部で大きないが生んだチュラドルのおいいですねね、曲を今日は流したいと思いますはいはい、それではお聴きくださいチュラドルで青空へどうぞ<ら>はいということでえ何流したえ流した今 無音が23秒っていう危うく事故だよお前青空は多分無音が23秒 <laughs> いや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  <laughs> え、ちょっともう一回青空流して <laughs> いいよ喋りながら流すいいよいいよ、うん、俺今流れたもんだと思って俺も流れたもんだと思って、うん、ちょっとこれはじゃちょっともう一回曲振りして事務所の陰謀だなこんなじゃシ曲いきましょうああはいということでいきましょうチュラドルで青空へどうぞ いや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 待って待って待ってということでえはいお聞きしましたのはチラドルで青空いやわかんないよ聞いてないよみんなん聞いてない流れないんだえ俺えこれ何せんべいか何かじゃなくてこれは後で俺はほんとにこれ焼かれてるちょっと目視聴荒垣さんにこれはフリスビーとして投げつけいやいやいやえこれ入ってる入ってないこれ入ってなくないこれなあ 入ってる CD の裏の。わ、まあ、かるわかる。丸が書かれてるよな。<laughs> ちょっとな。2曲入ってるらしいわけ。だから2曲分の丸って大体わかるのよな。わかるよわかるよ。半分いかないぐらいにちょっと丸が多分書かれてるの、うん。るあれだけさんこれシール貼っただけじゃないこれ。<laughs> ええいたずらですかちょっと。えー ちょっとこれ吉本興業のいたずらですねこれ放送事故に持っていこう危ないよ危ないよちょっとこれはマジで変わりのやつ行こうじゃあ涼子はいうん追加も延長しましたんであありがとうございます俺ね本当に今日これ流すっつって曲選んでなかったのよそうだよそうあアクロいいんじゃないアクロかうん、ちょっと最近ヒップホップハマってるからじゃアクロのこれ曲名がわかんないんだよな書かれてない まあまあまあトークでねつなぎながらじゃあ曲探していきましょうじゃあとりあえず流しましょうかじゃあちょっとオレンジレンジ行くかマジでいいよオレンジレンジ行くオレンジレンジ行こういいよいいよじゃあじゃあ俺の好きな曲いくわはいお願いします準備ができたらお願いしますね いやーまあまあまあたまにねこういう時があってもね <laughs> あの嫌いじゃないと言いますかああいいねいいね、まあ、いいね続けて続けてじゃねえよお前はいということでじゃあ準備ができましたはいよろしくお願いしますそれではお聞きください改めましてオレンジレンジでウォークオンですどうぞ はい、はい、ということでお送りしましたのは「オレンジレンジでウォークオン」でしたはい、いありがとうございますいや、チュラドルの曲も聴きたかったねなあチュラドルの曲ちょっと聴きたかったないやチュラドルって皆さん分かりますかね,ねチュラドルっていうのはねあのー、去年の沖縄国際映画祭ですね、うん、第7回島全部で沖縄祭の、まあ、沖縄のアイドルを <laughs> ローカルアイドルを発掘するオーディションでそう 沖縄県に全16曲あるコミュニティ FM の皆さんとカワイアン TV がタッグを組み、うん、より沖縄にふさしアイドルを発掘する企画でしたとなるほどオーディションでは下は5歳から、うん、上は55歳までの,のがり <laughs> 幅広激戦の中、うん、ね日が浅野ちゃん、うん、前田愛理ちゃん、うんえー、テリア みゆちゃんねみゆちゃんみちゃんって読むんだから「この海に夢」って書いて、うん、ねえ<ー>いいねまたそのプロフィールも今出てますけどみゆちゃんのね「うん、明日死ぬなら最後に食べたいもの」お<っ>「お自分で何時間もかけて本気で作ったこだわりの沖縄そば麺はてる気なんていう <laughs> 麺手抜き!」 目てるきなってかテルキなうるせえなこれうるせえよもうこの子はちょっとね狙うみゆうちゃんなみゆうちゃん面白いよな面白いキャラがあるよなこの子なみゆうちゃんね将来の夢エベレスト制覇だってもうアイドルじゃないね面白いな好きな芸人さんラーメンさんだってうわすごいだすごいコアだなコアというかよく知ってるそうななんかすごいな うん、うん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 もう浅野ちゃんと愛梨ちゃんに関してはもうアイドルよやっぱアイドルかそう、うん、好きな食べ物タピオカミルクティーとかさあーアイドルだね,ねタピオカ、ね、行ってみたい国はイギリスとか <laughs> うんみんな行ってみたい国イギリスなんだあ朝浅野ちゃんもイギリスそうそうそう,うーんね明日死ぬなら最後に食べたいものお グミグミグミだって <laughs> かわいいなかわいい CM 出れるよこれは <laughs> グミの CM 出れるよこれグミの CM にうん,うーんいやかわいいねい,いいな将来の夢いっぱいあるんだってうーんうーんいいねチラドル皆さんぜひね,ねあの青空とか曲,曲自体はもうめちゃくちゃいいですからねそうねなんか作曲家あ作詞家がなんかすごい人じゃなかった あ、そうなの。ね、結構有名な人が作詞してて、ーんで、あのー、歌詞とか聞いたら、普通にいい歌詞なの。うん、青空え A だった？そんなじゃなかったか。違うでしょ。<laughs> 今ブルーハーツンでしょ <laughs> ブルーハーツンに青空,青空ってあるでしょあるの運転手さんそのバスに僕も乗っけてくれないかってやつな <laughs> そうそうそうわかるでしょわかるわかるわかる、ね、ブルーハーツもいいないあ、ひなこちゃんこんばんはこんばんはね、ツイキャスよりゆうきさんはチュアドルメインプレステ見てましたあ メイプレス見たってことは僕らも見てるんじゃないですかあ前出たよなうん出ましたよそうそうそうハイキングウォーキングさんと一緒にそうその時見たんじゃないかなすごいねなんかいろいろ頑張ってますけどもちょっとまたあの新規ニュースあ新規ニュース新規ニュース新規ニュースです新規ニュースですはいはいちょっとこれ気になったんでうん高校女子バスケ部の監督が部員の顔殴る体罰ということでえっ 愛知県の、うん、の私立の高校で,ですね、うん、女子バスケットボール部の監督の女性講師が部員の顔を殴るなど体罰を行っていたことが分かりました。 おー<え>女性講師が、えー、そう女子バスケットボール部の監督40歳の女性コーチはああ講師は、うん、コーチだった一昨年からうん、うん、体育館や寮で部員の顔や胸を殴るなど、うん、体罰や暴言を繰り返していました、うん、女性講師は生徒と保護者に対し体罰を認め謝罪しました、うん、あ認めたん、ね、だ長い間体罰があった事実を学校が把握できなかったうん 管理監督が責任を感じているっていう校長先生が言ってるんですけどもね。なんかどうなる体罰に関して、俺なんかね車へもこっちにねフェムウルマにね向かってる途中のそのまあ違う各局のあの番組聞いてましたラジオで体罰のニュースが流れてたんですよ。でやっぱそのいそのパーソナリティも言ってたんですけどまあまあ体罰はねそう体罰ってやっぱ昔は わけだから体仏っていうかね殴るとか叩くとかはねまあだからその時代がね時代なんだよねもうそうさせてしまってるんだよねだから俺たち俺もねもうすごかったよもうああお前の時代もやばかったボコボコよもうボコボコ新規中学生ボコボコにの巻き口絵本出そうかなって思ってくれボコボコっな感じにねできちゃううんうなうなか でもそそれが普通だと思っててう、中学とかって普通に飛び蹴りとかされてたような気がするけどな先生にまた飛び蹴りする先生もアクティブだね体育の先生とか平気に飛び蹴りしてたよシャツとか出して歩いてたら背後からねプリウスだよんンってきてバーン正直そう来る感じいやもうエコカーなの来るときはそうエコカー。エンジンをなしふフンってうて ーンって背中に衝撃が来て痛い,いよだって俺たちも市内持ってる先生うわ、ほらもう俺たちの時代にさ、うん、すっげえもう目つきがマジで<う>あのねこう今だから言いますけど<う>こいつは絶対何人か俺はもうやったことあるんじゃないかっていうくらいの先生がいて女子バスケットボール部の監督がその人もうやばかったよジョバスの監督よジョバスの監督でもう竹刀をさおうおう自分のさまるでその なんていうんだろブリーチで言えば残白刀みたいなもう名前つけてんじゃないかっていうぐらいでもそれでまたバシーン行くんじゃなくてシナイって思いっきり硬いのわかるなんか硬いの硬いでしょ、シナイその持つ手のさ一番この下の部分であの下の先っちょでこううんっつって頭にそこ置って使い方なんかバットでいうコンバットみたいなのあったでしょ あー下の潰れてる部分でね潰れてる部分でコツいくやつあんな系だったるあなるほどね攻撃の仕方変わってたんだいやだからね体罰はこういうのはあるからな全然まあありっても言えませんけどそう俺たち何も言えないけどそのやったなんていうの例えばねなんかその歯が触れちゃったとかだったらやりすぎだなって思うけどうんあざができるとかは まあそこはいいのかなあざができるぐらいだったねひどいあざとかだったらやばいよああでもあまりにもでかい子供がさ帰ってきてやっぱボコボコなったら女の子だったら心配するよな女の子ならね何があったのってやっぱ先生にやられちゃったっつって先生は男か女かま先に聞くよね俺まあなるほど男だったらそれは俺もやっぱそこはモンスターペアレントになりますよおお いや、男が女に手出しちゃもう終わりですからまあそれはねさすがに今のニュースでは女性講師がだから女性が女性をねそうそれはもう同性同士の争いだったらもう全然もう女性講師に俺もちょっと殴られたいわでも55だぜいやでも年は関係ない何言ってるの年は全然関係ないですいやでも俺も他のんかテレビでさ最近ニュースで見たんだけどあのこう小学校かな先生にこう やっぱ大罰で殴られて、うん、でなんかこう親がねこうなんか文句を言ってきたみたいな<ー>こうどうしてくれるんですかみたいなそうやっぱ言うわなう、まあ、でも体罰ってやっぱりいい、うん、まあ別にね捉,捉える人によってはいいって思うんだけど<ー>この先生が最後に体罰をやった後に「うん、俺がクビになったらお前のせいだからな」って一言残したらしいんだよ。えその先生がそうそうそうこの生徒にね対して。<ー>ってことは 脅脅ししをかけけてるわあねちょっとそう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 だからそこまでいくとさすがにもうアウトだなって思ってそうそうそうなるほどなそっか難しい部分だけどそこは先生になってみないといやでもねあの今じゃちょっとやっぱねああじゃあチキャスからね手の甲を叩く先生がうん ましたって、ああなるほどね全然手の甲ぐらいいいんじゃない手の甲ぐらいたらもう全然だよもうなんかビンタとかはあったよないや俺もうあの何ていうのファイルがあるでしょうファイルファイルあのプリントとか最初にもらう2個穴が開いててさあの、よくあるファイルがあるでしょあああるね俺もあれでもうサパン行かれたことあるって脳みそ取ったと思って俺サパン行ったサパン音がすごいからさまあでもその 芸人の舞台いいうう、ハリセンみたなな感じ、うん、あ、なるほどそう周りの生徒がビビるみたいな音がすごくて俺脳が吹っ飛びそうだったんだけど、うん、痛さに関しては全然痛くなくて、ね、なるほどあるようなそういうのな、うん、でもやっぱビクッてなっちゃってこの先生は今考えたらうまいって思ったね俺。 見せい怒り方ではねさあもう本当に夫っつったら次のクラスまで届いてるからちょっとあっちの先生が見抜くくらいで何かありましたみたいなあっつって爆竹かなんか言っちゃいましたなるほどねそういやちょっとねああのま体罰系ではないですけど懐かしいなと思ったね今線引きがやっぱ難しいですねただちょっとまた体罰じゃないですけどちょっとあの暴力系でもんていうかちょっとあのまた違う サッカーなんですけどトルコで奮闘中の細貝が細貝選手という方がいるんですけど乱闘騒ぎに元インテルフォワードに顔面戦いかれ両者退場というトルコスーペルリーグのブルサスポルで奮闘を続ける元日本代表ミッドフィルダー細貝だが細貝選手というのがいるんですけど試合中に思わぬ乱闘騒ぎに巻き込まれてしまった。 でえっと、ブルーサスポルは現地時間11日、うん、強豪ベジクタシと対戦 2>,、うん、2対3でブルーサスポルがビハインドを追っていた後半アディショナルタイムに事件が起きたうもうよくわか,かんない。ままあまあ,まあ,まあその後半の,まあそのロスタイムということですかねアディショナルタイムっていうのはよくかんないですけど前がかりになっていたブルーサスポルに対しベジクタシはカウンターを仕掛けるというまあ,まあい,い,いい感じの攻防を続けるということだよね。うん で、あのー、細貝が,が、うん、そのーハーフラインぐらいで、うん、その選手にファールを使ってあ、なるほどで、あの、やっぱダメ押しでゴールを狙って、うん、チャンスを潰されたやっぱ人は、クレ、ク、クアレス、クアレスマっていう方はあ、クアレスマ、うん、うん わかるわかる。わかる。逆上してホソガイの持って猛ダッシュして書き寄り、ホソガイの顔面を叩いてしまう。顔面を叩くって何？殴るじゃなくて。叩くんだね。お前ペシッってつってね。ペシッつって。そしてやっぱあのチームごと大乱闘だよね。そうだな。スマッシュブラザーズが繰り広げられてて。ピカチュウってやつ。いやいやいやそれはもうだから大乱闘任天堂のやつでしょ。すごいなお前。キャプファーコ。ルイージルイージルイージ。 カービィカービィやめてやめて。誰かカービィ二回二ったな。緑が出てるかもしれない。ねえ、許せない。クアレスマはね、わかるわかる。わかるです。クレガの歌詞に出てくるのクアレス。あ、へえ。サッカーの選手ってこと？そう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 。クアレスマ並のアウトサイド。まあでもね、サッカーで乱闘投なかなかないけどね。サッカーって乱闘ばっかりじゃないの？いやあのなんかランになるきっかけがあんまりない。 あ,あそうなんだもともと体を激しくぶつかり合うスポーツだから、うん、そのちょっとしたところでなんかバーンっつってムカつくんだけど、うん、そのこの野郎っつって殴りりかかかろうとかはあんまりなかった野球とかだったらね野球はだってデッドボールで明らかにもうなんていうの、うんまあ、まあすっぽ抜けたり。うん すっぽ抜けたらだって選手にやっぱ謝らないといけないからね明らかにこいつに当てようと思うつもりで当ててる人もいるじゃん当てたあとゲットラーって人もいるでしょッボーていいいるのなななんんんかじゃ知らだそこだからなんかね今ちょっと珍しいなと思って俺の中ではね新規のサッカー経験上でラストに進まなかったですから実況者の新規からしたら実際に俺が実践してた中で 乱闘ななんていうのもかったでですねまあ何より顔面を叩くっていうね。まあでもやっぱみんな熱くなっちゃってるからな、スポーツで。そうだな。手出すのはダメだと思う。手出したら負けてる。ここに関しては、手出したやつが、そそそそううううスポーツマンシップというか、ポーカーフェイスなんていうクレバーにはなれなかったんだよな。クレバーには。いや、面白いですね。ツイキャスより さんが「顔面を叩くってビンタですよね」いやビンタじゃタじゃなくて「縦」だよねこの場合は「縦」ね「叩くは縦でいくんだ」「縦」じゃないこうパンつってあなるほどねあいや面白いですね芸能ニュースって面白いな芸能ニュース面白いですねなんかね今僕が見てるアプリがあるんですけど芸能ニュースっていうかニュースだなこれはグノシーっていうアプリであグノシー俺もよく見てるわこれあ本当ですかグノシーいやもう全然グノシーは見た方がいいです グノシーは面白いまとめっていうジャンルにさやっぱ2チャンネルのあの2チャンネル系の掲示板やっぱ面白いですねあなるほどねああなるほどああなるほどいろんなやっぱニュースがあるんだなこれはなるほどね昨日も深夜番組の報道番組とかも見てたんだけど俺ねにあのアナウンサーじゃなくてはいはい タレントの方がね新しく MC を務めたらしいんですお<ー>えーっと、市川さんっていうことが、ね、<あ>女性の方がはい、はい、まあおきれのなハーフみたいな方なんですけどなんかねやったらかむのよなあ <laughs> その人がその女性がこの市川さんがそうそうそうこの方はいはいはいうん,なんかそこは報道とかってやっぱアナウンサーじゃないのかなっていうああ<ー><う>まあわかんないでもないな報道はやっぱそうですその、うん 完全にいろいろ、それを食としてる人が。なんか、そう、アナウンサーとかからしたら、うん、やっぱ、その、仕事を取られたみたいなね。ああ、やっぱ、あんのかな。なかもしれないし、ういうのがなんかね、まあ、緊張だと思うんだけども。うん まあ放送初日らしいんだしけどもねなんかそうでアナウンサーが逆な舞台で芸人の,そのライブとかにアナウンサーが出て漫才するみたいな感じなのかな、うん、ああなのかな、うん。他にも。にゲストで呼んでもないけど出演させてくださいみたいな感じで出てまあ話題にはなるからだし,てらして話題になるからみたいな。でも芸人がからしたら「いや、うん、待って勝てるわけねえじゃないかと」と、うん、こっちはもう,もう本気でやってるしそうしかも舞台に出れない、ね、コンビたちもいっぱいいるわけだからそ,その子たちもなね。 なんかいろいろとそういうのがねあるんだってでも今一番我々の中で大きいニュースといえばもう沖縄国際映画祭じゃないですかああニュースニュースニュースというかまあその我れ芸人の中では今一番もう気合い入れてるというかそうだな確かになんか楽しみ4月の21日から24日にかけてなんですけどね4日間ですね今日間ねしかもあのラフピー見た方いますかねお あのね、浦添フードコートに稲福新紀とカシソオレンジの仲本新そしてあの、ガジラの江藤大輔さん考えた考案されたパンがフーードコト並ぶんでそうなんですよねいや食べたけどもどうやって美味しかった美味しかったないい、や美味しじゃあれね何がすごいってその作ってくれた浦添市琉球調理師専修学校っていうその。 の学生さんたちが作ってくれたんですけどなんかイメージを伝えてイメージを伝えただけよこの3組がイラストで書いたでしょ書いた書いたね俺もイメージを聞いていろいろ絵を描いたけどもそのイメージ通りにさらに上になんか乗っかって作っちゃったからねすごいなパンの生地の種類とかうううんうんうん、うん、あそこのセンスに任せてあのね桑の,の葉とかだったっけそう桑の葉を浦添石だからやっぱ桑の葉を使わないといけないということであれは良かったな 緑色でねだからなんかねちょっと苦いんじゃないかなと思ってたんだけど全然苦くなかった全然なパンの風味が激勝ち確かに美味しかったな食べてほしいのあれなうん何種類 ?3 種類3種類うんあでも4種類かあの来週のラフピーの放送でガレッジさんなんかに選んでもらう実際我々が収録した日なんですけどうん ね、一応そこから3種類になったんですけど、それはもう来週の放送を見て,て、マジでよ何が残ったか、ね、何が残っったかていう部分ですけどね。ぜひね、見ていしください,い。ありがとうございます。お,すおね、あのちょっとツイキャスで新しく、うん、この前あった開演祭で、お<っ>先駆けバーバリアのお二人がいましたが、お、ね、二人は花火見に行きましたか、うん、ハートということで。 ありがとうございます。花火ね。花火、あ、開園祭、開園祭グループ。開園祭グループではないでしょ。居酒屋みたいなやつだね。どう、行きましたか、漁師さん。うーん、現場には行ってない。現場に行ってあ、でも見たのそう、見た見た遠くからね、ちらっとポロッポロ見ました。えー、いいな俺、なんで見れなかったんだろう。何してたんだろう。あ確かね、前がライカムだったんやけど、そうね、終わって。あ お家帰ったんだ俺。<laughs> あんまそういうの見ないタイプ。お家帰って、俺あのーお父さんなんかとシーミーしてた、うん。あ、なるほど。シーミー？シーミーじゃないな。<ん>シーミーが終わってなんか親戚でめっちゃ集まってて。おうん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 。<で>集まりだったんだ。そう。なるほどね。その時もうすごかったよもう俺。うん。おばあちゃんがさあ、ほ、うん、んた急に結婚しないのつって。 おばあちゃん、今俺たちね、あの旅行の話してたじゃんと。旅行の話してたんだね。急によおばあちゃん、急に行ってくるもんだから、おばあちゃん。いや、まあまあ、するよおばあちゃんも死ぬよってって。じゃあ、待ってください。嫁の顔見せなさいよおばあちゃんに。で、おばあちゃんが、いや、あんたはまだ次男だからいいよと。長男はやっぱ焦らないといけないから、あんたはまだ次男だからいいのと。でもやっぱ、おばあちゃんが死ぬ前に一度はもう嫁さん見せてください。 必死だよおばあちゃん,ん俺思ったんだよな、うん、おばあちゃん俺長男だ <laughs> あれあれっつって俺<れ>お兄ちゃんいたかなと思ってお姉ちゃんと、うん、ゃない間違ってるおばあちゃん俺のお父さんを長男だと思ってた <laughs> 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 俺を孫だと思ってなかったんだ<あ> <laughs> お父さんのお父さんっお父さんの子供やでつって言ってる。ああこだな。いやまあかわいそかわいいかわい。餃子がまたうまかったんです。おばあちゃんの。うんあの家族での。家族での餃子それ。餃子しか食ってないです。家族での餃子って何？家族での餃子。いやどうでしたかあの海陽山秋色花火。綺麗だったねやっぱね腰の純子さん。あ。 デザインじゃんけ買いましたよ、私。あった、星野純子さん。あれ、漁師いなかったから。俺いないはず。漁師いないよ、俺その前に、那覇のエピカっていうクラブあるでしょ。そう、別々だったよな、俺ら多分。その前の日にな、あの、俺先輩と飲みたって、オープンスペースのイサゴさんっていう方と、あとチョコレートプラネットさんと、二人とあ、その後に漁師と合流したね。おう、合流したね。酔っ払ってたな。でその前に、だからエピカ行って、そしたらね、 カメラが何でか来てておおっえー、ピカで撮影来てあんのかなみたいななんかそういうダンサーの撮影かななんて思ってたおおおおあのねすごくった腰の純子さんがいたえピカに開演祭の前の日だってた踊ってた腰ってた純子腰純子腰純子腰純が踊ってたんだよ、えー、びっくりしたよ俺も腰の純子さん最初わかんなくてさ<お>あの腰、ー、の純子さんがいるかなんて いやでもだからあの人が開演祭を担ってるんでしょそうあの人が開演祭を握ってるんだよデザイナーでしょ世界のうんなんかでも花火のデザインがすごかったよあっほんとカールカールってあの黄色いあのおっさんのそうそうそう <laughs> 最初ボーンって上がって、うん、カールのおっさんみたいのが出てきたらボーンって花火でね で、サンタさんかなと思って<ー>まさかカールのおっちゃんとは思わないからなんでカールなんだろうなそうそしたら次にカールが2個ボンボーンって出てきて花火であ、カールが黄色い花火でこう<ー> U 字型のボンすごいすごいで、そっからもカールのおっちゃんがもう大量生産いや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  いや、志野純子さんそこに力入れたわけじゃないでしょであ、プログラム見たらなんかカルビーって書かれてた気がするああ共産がカルビーだったんだねじゃあねなのかわかんないけどサーがカルビーじゃないねなんかでもいろいろいろんなのあったニコちゃんとかスマイルとかえボンボン上がって面白いなすごいなキノコとかすごいよほんとんかでもすごかった初めて見る花火が何かいっぱいあったななんか一つの円差花火花火ってね一つの大きい丸円ね が、が半分で違う花火ボンって円なんだけど半分ずつ違うのミサイル青と赤とか違う色じゃなくて色じゃ種類種類種類なんか銀色の細かい花火とかあるああなんかパラ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 ッとチェックのとかのカーテン上になんかそうってなるやつとか赤とかのボンって弾けるような花火弾けるやつね心臓にくるやつそうそうそうそれが半分ずつとかるえそう 新しいなハーフハーフでハーフ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 で見せてたんだねそう、ピザみたいなクワトロとかなかったクワトロとかなかった4分の1ないないないそそこで言ったらすごいマジですごいな一応すごかったま玉職人もすごいと思うけどただね、俺ちょっと花火苦手な部分もあってあれなんで心臓にくるのがちょっとねあなんか俺それ大好きなのよなんていうの光見た瞬間にうんうんぐーってくるさわかるうんってくるようんうんぐーってくるさでも ミーチジュネとか好きだろエイサーとかエイサーも好きよエイサーもクルだろパンパンいや、<て>エイサーはなんかね、その音と、うん その見てるのと音がリンクしやすいのあなるほど叩いたら音が鳴る時差がそんなにない時差がないけど花火って時差がすごいじゃん光った瞬間に「うんぐー!」ってうんぐー!」ってどん!」って心臓にくんだよなあれがあんな俺好きだってあマジで心臓にくるけん俺好き低音いいんだけどそっかお前低音大好きだもんなそう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 ウーハーに抱きつくぐらいだからそうクラブ行ったらウーハーに抱きついるゃんうねえウーハーに抱きつくってお前もいや直で食らいたいからそっか花火開け行きたかったな雨降ってなかったでも 雨はその時綺麗に晴れよったなあそっかその前のえそうその前ってすごい雨降ってたでしょちょっと何時間前はカムでだいぶ雷も鳴ってたもうもうビビるぐらい雨降っててそう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 いなでしこう終わったなって思ったらねちょっと上がってたなあでも車とか混んだはずねそうだから会場行きたくなかったななんかちなみに友達が開園祭の日に漁師さん見たって言ってましたえ 誰と見ていたんでしょうね<え> <laughs> 場所<ー>えぇえ開演祭の場所でだ,、ね、だったらちょっと俺も怖いよ、そしたらいや、違う、開演祭の場所じゃなくてあ、なるほどね開演祭の日にリョウジさんは見たって言ってました、うん あ、なるほど。誰と見ていたんでしょうね、ハートって書いてある。誰でしょうね。何それ、ちょっとプライベート気になるんですけど。でしょうね。もうプライベート気になる感じですけども、<の>お時間がちょっと。お時間来ちゃったね。し,しまいました。五十三分残り二分ぐらいですけど、ね。えー、いや、今日なんかあれですね。うん、海の声が。 ヒたタクテンが流れないんですよ今日マジっすかそう今ちょっとちらっと探したんですけどなかったちょっと告知しときますか告知じゃあしといてはいえっとですね今月4月29日の金曜日に「先駆けバーバリアン」「海藻オレンジ」「アリンクリオーシャン」4組によります「もう私たちは売れますライブサゴテンダーの箱が n e w k ンですね7回目を迎えます」 か月になって七回目でございますね。そうでございます。はい、えー、なんでそれをまた二十九日の金曜日二十時半からちょっと遅めの時間帯からやっていこうかななんて思うんですけども、はい、ういうもうぜひ見に来てください。ぜひね。絶対面白いライブですのでお願いします。よろしくお願いします。あ、流れてきた。流れてきました。<laughs> うわ無理やり流した。ああもうこのこのこの時間だもん。んはい。はい。 サゴテンダン流れましたけどもお願いしますね、あの、もう同時間がそうそう来てしまいましたそうもう残り2分少々はいもう2分少々じゃないですもうあと2秒ぐらいで終わります2秒ぐらいでしかないもうはい45分になりましたということでまた来週も皆さんぜひお会いしましょうということでヨシさん応援団こんなラジオ嫌いじゃないありがとうございました